大阪のコムガレージの原田と言います。弊社はですね、ウェブ販促を行っているんですけれども、最近ではですね、普及率の高いスマートフォンのサイトがですね、まだパソコンのまんまで小さくですね、なんてこう文字で縮小してるんで、拡大しないと見えないようなですね、サイトがまだまだ見受けられます。で、これをですね、月額5000円で、最適化するサービスを提供しています。で、ページ数とかですね、B2B、B2C の業種に関係なくですね、これを適用することができます。ですから、Google もですね、4月の21日から、スマートフォン用のサイトは最適化してないと、モバイルフレンドリーというですね、定義でですね、あまり良くありませんということを、正式に発表しています。ぜひですね、このタイミングで、お考えください。よろしくお願いします。